そっかりふの久保です。天野さん、メッセージありがとうございます。今回動画をね、4本つけていただきましたけども、まあ、全体的にですね、2点すごくいいなと思ったことをお伝えします。2つなんですけど、1つはですね、すごく音声良くなったですよ。で、あのロケーションの動画に、まあ、駅とかね、ああいうやつなんですけども、ロケーションの動画に声を重ねて編集したってところがものすごく良かったんじゃないかなと思います。これはね、すごく聞きやすいんで、これからもおすすめですよね。まあ、できればマイクロフォンでこうやって撮影しながら上手にブレないようにね、実況中継のように撮影できてもよかったんですけども、きっとですね、歩きながらこういうことやるとちょっとぶつかったりして危なかったりとか、足元がけつまずいたりとかするのと、あとはね、周りの人に多少迷惑がかかんないようにやるには、あのちょっとね、テクニックが必要だったりするんですよ。ですから今のところはこうやって撮影した動画と音声を重ねるっていうのは正解だと思いますよね。で、これが一つですね。もう一ついいところなんですけども、もう2つとも言っちゃいましたね。そうそう、音声がとってもよく聞こえたってことと、もう一つはね、動画と音声を別々に撮ってミックスしたっていうのがね、すごく良かったよってことをお話したかったんですよね。さあ、それでね、一つちょっとね、こうしたらもっといいよってところです。それはマクドナルドのクーポンのお話されてましたけども、まずここでですね、実際にそれを自分が使って食べてますよって映画欲しいですね。ここまでやったら、例えば冒頭で、あ、マクドナルド美味しいとかやってね、実はこれタダで食べてるんですよみたいな形にして、そのネタバラシを後半の動画の画面キャプチャーでやるみたいなことをしたらね、すごく臨場感が出てリアリティがあるなと思います。その逆でもいいんですよ。クーポンの話をした後に、じゃあ実際に、行って食べてみましょうみたいな感じで、実際にクーポンを出していただいて食べてるところで終わるみたいなね、そんなのがいいと思います。だからこんなものがありますよっていう紹介も、紹介だけってのも悪くないんですけども、実際こういうのをやるときにアクセス稼ごうと思ったら、それを利用して私はね、お得してますよとか食べてますよとかね、そういうことを入れていくことだと思います。それが今日のプラスワンですね。全体的にはすごくよくまとまってます。今までいただいた動画の中で一番良かったと思います、今回の4本ね。ぜひね、これからも続けていっぱいいっぱいやってみてください。余談なんですけども、2点余談を申し上げます。1つはですね、今日アベリエさんが海老名で海老名市長選挙にスタートされたですね、立花隆さんと一緒にね、ぶっ壊して通ってましたよね。いや、あれすごいですね。やっぱりああいう風に有名な方とコラボできてるところによって、また見てみようって気持ちになるんですよ。私もなりますし、アベリエさんすごいなと思います。もっとすごいニュース届けてくれるなって感じがしますよね。アベリエさんは YouTube を始めて声顔出しして1ヶ月ぐらいなんですけども、もうチャンネル登録109人とかね、再生数も割と5、60とかすぐ取れるようになりましたんで、やっぱりね、こう乗っていくってことが上手にできたのかなっていうのと、あと表情がね、とっても明るくて楽しいんですよね。サムネイルもちゃんと作ってますし、もうね、アベリエさんは全部できました。課題が素晴らしいと思います。あとね、繰り返しながら自分に当たるネタをこう使いながらね、トレンドに乗っかりながらチャンネル登録者数を50名100名って増やしていくっていうパートに入ってましたね。素晴らしいアベリエさんっていうところです。天野さんもね、もう意識されてると思いますけども、参考になるところが結構ありますのでご覧ください。もう一点なんですけども、最近私がね、ずっと見ている、花屋龍馬さんですね。こちらの方、今日はですね、速稼塾塾生さんに物申すということで、速稼塾塾生さんへに、メッセージを出してます。その中で特に花屋龍馬さんがね、我々のことを支持してくださってるのは、若いやつでも YouTube やらないのに、速稼塾の人は30代でも40代でも50代でもやってる、すごいなってことをね、エールを送ってくださってます。本当に嬉しいですよね。まあ、こういった方に刺激を受けながらやっぱりやっていければなと思います。花龍馬さんはね、本当にいい内容をやってますし、チャンネル登録も増えてますし、動画のテンポがすごくいいですよね。すごく私の似たようなスタイルで出してるところも見やすいなというところもありますしね。まあ、そういうふうに、そんな有名 YouTuber さんだけじゃなくて、自分の近いね、自分に近い人をすごくモデリングしていくっていうのは、実はね、成長の一歩踏み出せるんですよ。自分の再生数と同じぐらいか、まあちょっと上かちょっと下みたいなのね、こういうふうなのをやっていくと、本当にね、お互いに切磋琢磨成長していけると思いますので、ご参考にしてください。本日は以上です。